クリスタルライナークリスタルライナークリスタルライナーは山梨県甲府市、甲野市、鰻崎市、北都市と京都府京都市、大阪府大阪市を結ぶ高速バス路線である。全席指定制なのであらかじめ乗車券を購入しなければならない。等路線開設以前は甲府と関西を直結する公共交通機関は存在しなかったが山梨県と関西は商業的な結びつきもあり、 関西から山梨への観光需要も高く、甲府と関西を直行するバスには一定の需要があると判断された。高需要と見込まれた上に直結する交通機関がないために競合にさらされる恐れもなかった。また、近鉄バスは夜行バスのワンマン運行による運行コスト削減のノウハウがあったが、甲府までの距離はワンマン運行に適した距離であり、運行コストも 比較的安くて済むとされたことから、道路線の開設へ、ゴーサインを出すこととなった。結果は、大成功で、1便あたり平均約25人という、工場車率を叩き出し、繁忙期は、連日満席となった。この工需要に対処するため、近鉄バスは2階建てバスを導入、山梨交通も、夜行専用の新車を投入した。2004年3月には、 昼特急ブームに乗る形で道路線にも中高便も追加されたが、当初は夜行便と同額の運賃設定であったため、中高便としては割高であり、利用率は夜行便ほど高いものではなかった。このため2005年11月には4列シートにグレードダウンした上で運賃を一律1000円値下げした。クリスタルライナーの成功は、山梨県と県外とを結ぶ高速バスの需要が、 王政であることを証明した格好となった。近鉄バスは、東路線に続く対山梨路線の2路線目として、富士急山梨バスと共同で、大阪、京都沼津、御殿場、川口湖、富士吉田線、富士山ライナーを開設した。また山梨交通もクリスタルライナーが開設される、前の高速バス路線は、中央高速バスのみであったが、東路線の成功を受けて、 羽田空港線、成田空港線、名古屋線を八つ木早に開設した。山梨県には、クリスタルライナーをきっかけに、山梨からの高速バスネットワークは、急速に拡大し、鉄道では直行できない区間での潜在需要を、高速バスが開拓した。高府湯村温泉式島中町流大駅、庭崎駅切りの木中央道長坂、高根中央道、八ヶ岳中央道、 小渕沢京都駅八条口名神、大山崎名神、高槻名神茨城インター大阪駅前、近鉄南波駅西口阿部の橋駅、ユニバーサルスタジオジャパン中高便に使用される、山梨交通の車両や高便は、独立3列シート、中高便は4列シート車がそれぞれ使用される。どちらも、トイレ付き車両である。 山高発の夜行路線でありそれまで夜行使用者が存在しなかったが、初期コストを抑えるために当初は、中央高速バスから1台を夜行使用に、改造の上転用、同時に近鉄バスから、日野、グランデッカ1台を購入し、合わせて2台体制であった。その後、道路線の校長を受けて、伊スズガーラの新車を1台導入し、繁忙期には造車のために3台をすべて投入する。 こともあった。その後、日のグランデッカが廃車されたため、二大体制となり、2008年12月に、イスズニューガーラの新車を一台導入した。2016年12月にイスズガーラが、廃車、同時にサドアラバスから、イスズニューガーラを購入し、現在も二大体制を維持している。2004年の中高便運行開始当初は、夜行仕様の三列シート車が使用されていたが、 2005年の運賃値下げに伴い、中央高速バスと共通運用の4列、シートトイレ付き車両が使用されている。2019年8月20日より再度夜行使用の3列シート車が使用される。当初は他の夜行路線と同様の日のセレガを使用していたが、乗客数が好調に推移し、満席になるケースも多いことから、2階建てバスの三菱不走。 エアロキングを導入した。近鉄担当や交便の1号車は原則としてエアロキングとなるが、検査等でセレガに差し替わることもある。中交便は他の中高路線と同様の4列、シートトイレ付きのセレガが使用される。その後、2015年6月をもってエアロキングの運用を撤退しその後、日のセレガの SHD を運用した。その後、2015年12月から、 昨日の、ニュースレガの運用に変更した。ありがとうございます。